はいはい、どうもマークです。本日ですけども、メキシコシティ空港について最初にやるべきこと、自分がやったことを紹介していきたいと思います。まずですね、着いたらお金を両替するとか SIM カード買う、こういうことをねやる方が多いんじゃないかなと思います。まあどこの空港に行っても大体同じです。空港で日本円から両替したい方はちょっとレート悪いけど、空港の両替の場所に行って日本円を出して交換してもらうと、まあ、もしくは ATM ですね、 ATM に行ってクレジットカードを使ってキャッシングする。ただキャッシングになる場合と普通に海外引き落としになる場合があるので、まあそれは各々のねクレジットカードによって、確認してみてください。基本的には日本のカードだとキャッシングになるかなと思います。なので、日本に帰ったらすぐ振り込んで返すとか、2ヶ月待ってクレジットカード引き落としの時に引き落とされるみたいな感じになっています。でお金については、自分はドイツに普段住んでるのでドイツのカードを使って引き落としました。なのでキャッシングというよりは普通に海外引き落としっていう状態になっています。ちなみに自分が使ってるのはレボリュートっていうねアプリのデビットカードになります。であとはですね、 SIM カード今あのセブンイレブンで買ってきたんですけど、値段がですね230ペソでした。なので1100円ぐらいかな、レートによって違うと思いますけど、だいたい1100円ぐらいで 4.5 ギガの1ヶ月っていうやつ買いました。で英語喋れない方で Google 翻訳使えなかったので、ちょっとねマニマニっていう感じは残ってます。ただお店が夜で閉まってて、もうそこで買うしかないっていうような状況でした。買ったやつはですね、テレセルってやつですね。1ヶ月って言ってたけど、もしかしたらトップアップしたら 2,3 ヶ月とかどんどん更新していけるんじゃないかなとは思ってます。まあどちらにせよそんないないのでちょうどいいかなという感じです。まあもちろんね、市内まで行って買えばもっと安いのが手に入ると思いますし、まあ空港で買うこともないのかなとは思います。ただ空港から市内に行く間に欲しい時ね、 Uber 呼ぶとか公共の交通機関使っていく途中で欲しいみたいな場合は、まあ仕方なしに1000円払って買うっていうのがいいのかなと思います。じゃあとりあえずね、今から Uber 呼んで市内の方に向かいたいと思います。いやメキシコシティね、本当に治安悪いとか言いますけど、今のところは空港内とかはそんなに治安悪いイメージもないですし、普通に普通なのかなと思ってます。ちなみに標高が 2000m なので、走ったりアルコール飲んでわーってやると下手すると高山病になっちゃうかもしれないので気をつけてください。今から Uber 呼びますが、ターミナル1に今いるんですけど、ゲート番号を指定できます。でゲート番号というのはこのねドアのことです。今5っていうところにいるので、自動でね5が選択されたんですけど、もし違うゲートにいたらゲートを選ぶことができます。意外とねメキシコ自体はもう数えきれない、5回は来てるよね。5回目ぐらいかな、6回目ぐらいかなと思います。でメキシコシティ自体は 2,3 回目だと思います。過去の動画で上がってるやつと上がってないやつがあると思います。まあとりあえずね、久々のメキシコシティ外に出てみます。外に出ました。うわー涼しい、めっちゃいいこの感じ、着いた。ちょっと久々のねメキシコでめちゃくちゃテンション上がってますが、やばいね、すげえ嬉しいです。で今からもうウーバーが来てるかな、レオンさんっていうウーバーに乗りますね。いやーとにかくやばいね。あ来た、これかな、3177来ましたね。インスタのストーリーにもねめっちゃ動画上げてるのでぜひ見てください。アカウントはアットマークかけるアンダーバーCAになります。到着しました。なんとね意外と近くて15分ぐらいで到着しました。で15分乗ってだいたい1000円ぐらいでしたね。夜なんでねちょっと値段上がってますが、基本的にメキシコシティウーバー安いです。で今から行く場所は友達の家で、実に5、6年ぶりに再会します。はい、ちょっと楽しみですね。一緒にね学生時代はさらに昔なんだけど、その後1回メキシコシティで会って、でまた今回会うっていうような感じです。いや楽しみだね。ハロー、あ、OK、 Thank you。いやそれにしても夜めっちゃ静か、なんかショッピングセンターの隣っぽいんだけど、そんな雰囲気が感じられないですね。真っ暗でちょっとよくわかんないけど、ハロー、ヘイ、ハイ、はい、という感じでね、感動の再会を迎えた後、動画をがっつり撮り損ねてしまったので、アフレコで軽くラップアップしたいと思います。動画いかがだったでしょうか？こんな感じでね、メキシコシティ空港についてからの諸々を紹介しました。まあ、メキシコといえど、結局どこの空港についてもやることは同じなんじゃないかなと思います。治安に関しても実際夜に到着していますが、こんな感じで普通に Uber に乗ってね、街中に行くことができました。まあ、もちろん夜なんでどこの国でもおすすめはしないですが、そこは絶対はないので自己責任で気をつけてほしいなとは思います。こんな感じかな。もしね、この動画いいと思ったらぜひいいねとコメントいただけると幸いです。あとこの後もメキシコ編の動画何個か続くと思うので、チャンネル登録しない方、チャンネル登録していただけると幸いです。ではまた、ボンベージュ。バイバイ。